本日は、茂原ツインサーキットにやってまいりました。なんか目に入った。で、茂原は去年はね、48秒フラットでしたね。で、茂原ってね、いつもね、走るとき気温が結構高くて、1月、2月には来るんですけど、いつも、まあ、10度以上。今日も多分ね、10度ぐらい、10度を超えちゃうかもしれないぐらいなんで、いつも快晴でね、まあいいんですけど、ちょっとガチガチのタイムはね、狙いにくいんですけど、まあ雨よりはね、いいんで、で、去年48秒フラットで、まあ47入る感触ではあったんですけど、まとめられずっていうのと、あと、茂原サーキットって結構なんだろう、初心者の頃、サーキットデビューし始めの頃から走っていて、まあ3回ぐらい走ったことあるんですけど、で、今日が4回目。まあ年に1回しか走らないんで、で、最初の、なんだろうな、初期の頃から、まあ大体適当に走ってるというか、ちゃんとコースを理解せずに、攻略せずに走ってる感じだったんで、ちょっとタイムに多分伸び悩んでたんですけど、初めて行くサーキットなんかはやっぱり攻略するじゃないですか。今まで、関東なんで逆にね、ちょっと適当に走っちゃってて、その癖があって、ちゃんと攻略っていうのをしたことなかったんで、ちょっとよく考え直して、ちょっともう一回コースをね、理解してきたんで、まあ目標は46秒台入れたいんですけど、46っていう数字はね、なかなか見ないんで、まあでも、車のポテンシャル的にはね、多分入るような気はするんで、ちょっと自分の腕がそれに追いつくかどうかわかんないんですけど、で、3コーナーを2速で、4コーナーまで引っ張ってるんですけど、いつも。なんか、レブ当たる時もあるし、3速入れちゃってもいいのかなっていうのもあります。と、あと4コーナーの、でかい縁石があるんですけど、あそこね、早い人たちってみんな4脱してて、芝生には乗らない程度で、すごいショートカットしてるんですよ。まあ、それありなんだったら、自分もちょっと、ね、できるショートカットはやっぱりしたいんで、ただ縁石高いんで、車壊さない程度に、まあ、ちょっと、ビシッとショートカット決めて、タイム縮めて、行きたいっすね。んで、あとね、8コーナーが一番難しい。ヘアピン、複合なんだけど、まあ一つのコーナーとして見て走ってるんで、まあヘアピンみたいな感じなんですけど、で、立ち上がってすぐ S 字っていうか試験になっているんで、で、縁石もやっぱガンガン使うコースなんで、とにかく車が乱れると速くないし、着地もしっかりしないと加速ができないんで、まあそこもちょっといろいろ考えながら、で、あと最終コーナー、は、結構大回りしちゃってるかなって思ったので、まあ立ち上がりしやすいラインっていうのもあるんですけど、根本的にやっぱり距離短縮が早いんで、やっぱり距離長く走るより短い距離走った方が絶対タイムってもちろん早いんで、そうですね。ちょっと、距離短縮の馬です。はい。距離延長よりね、距離短縮が来ると思いますんで、ちょっとそこも意識して、ちょっと今回は考えながら走ってみようかなと思います。はい。
はい、1本目走ったんですけど、リザルトが午前枠なんで、午前終わんないと多分もらえないんで、で、一応9時から走って3本だけアタックしました。1本目47秒2、次46秒5、46秒5かな、っていう感じです。で、まあ、前半セクションは結構、いい感じで走れてます。で、4コーナーの4脱がやっぱりね、だいぶ効果でかくて、それがタイムアップにかなり貢献してるんじゃないかなと思っていて、で、次の5コーナーがね、ちょっと突っ込みすぎのアンダーな感じがあって、そこをもう少し、まあコース幅使って、あとちょっと距離短縮をもうちょっとした方がいいです。突っ込みすぎるのと、あとアンダーなので、だいぶこうぐーっとかなりロスしてます。で、その次の SG はまあそこそこだとは思うんですけど、2個目の遠赤で1回マジで、もう乗っててもマジでわかるぐらい結構傾いて、うわ、これやべえなって思った瞬間があったんですけど、でね、着地がね、思いのほかいい感じで着地してて、ちょっとあのセットの変更を目論んではいたんですけど、いや、このままでいいかなって、あと減衰とかも多分うまくはまってんじゃないかなっていう感じです。で、あと向こうの S 字割ってからのヘアピンっぽいところも少しアンダーっぽくて、あんまりでも攻めすぎないとちょっと遅いような感じもあって、一回結構ゆっくり丁寧に行ったら、もうちょっと攻めてもいいかなって、ね、そしたら次ちょっとアンダーっぽかったり、あと多分タイヤのタレもいろいろ影響してるとは思うんですけど、で、次のまた試験員っぽいところは結構踏んでいけるんだよね。去年みたいにトラクションかかんない感じじゃなくて、跳ねちゃってとかなくて、結構いい感じです。で、一番の問題、最終コーナー。本当にね、ブレーキからの進入、ブレーキしてあのハンドル切っていく瞬間がね、やっぱりちょっと早切り、手アンダーになってしまってて、もっと速度落としてこう綺麗にクーッと入りたいんですけど、やっぱね、なかなか難しくて、そこですね。あとはで、あとは思いっきし踏んでいければ去年みたいにドアンダーな感じがないんで、あのここ最近再三オーバーオーバーって言ってるんですけど、1コーナーもちょっとオーバーステアだったりとか、最終コーナーもちょっとオーバーっぽいところがあるんで、で、最終はね、最後のアタックラインはもうほんと外まで使って加速していく感じにはなるんで、だからもうちょっと、あんまりね、頑張るとね、ホームストレートの壁なんで、右側ね、立ち上がると。ちょっと本当にあそこは頑張りすぎると取り返しもつかないことになるんで、ちょっとまだ攻めきれてないんですけど、途中ね、結構マイナス表示あったんで、多分46前半ぐらいはね、さっきのヒートでいけたと思うんで、で、もう一本次、ちょっとまとめ直して走ったら、ギリギリ45入るかどうかっていう感じになるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっともうね、リップやっちゃったんですよ。ちょっと、リップ見てほしいんですけど、もう、あの、遠赤、だいぶ使ったせいで、多分、遠赤アタックしちゃって、遠赤に突っ込んで多分、バキンってなっちゃったんで、あさって TC2000 なんで、それまでにちょっと完璧に直して、今、あのガムテープチューンしてるんですけど、ちょっともうね、左2回ぐらい壊してるんで、あ、もうそこまでメンタル今日は来てないんですけど、ちょっとやっちゃったなって感じで、まあでもタイム出すにはもう本当にガンガン行くしかないんで、もうバラはガンガン行くとこと、あとやっぱ最終コーナーみたいなところはちょっと丁寧にきっちりやっぱ我慢してブレーキして、あのステア入れてってリリースして、ステア入れてって、そのやっぱ我慢が大事なんで、車変わる、向きが変わるまで、そんな感じですね。はい、なんでちょっと45はね、ちょっとまあ入んないかな、まあちょっ
と、あの、あさってがやっぱりもう、今シーズンの集大成というか、もう、TC2000 にかけてきてたんで、今シーズンはね、ここで別にそのタイム頑張んなくてもいいやって感じで、もう46秒も入ったし、みたいなね、感じなんで、ちょっと、まあ、ほどほどに、結構ね、オーバーステアも出て、ぬるぬる動く感じで、ちょっとまあ、はみ出しはしないけど、まあ、ギリコントロールできてるぐらいの、攻めぐらいはしてるんで、そうっすね。ちょっと、2本目走ってもすぐ帰って、補修して、エンジンオイルとリアディフオイルも変えて、で、次の日仕事して、次の日もつくばなんで、ちょっとだいぶハードスケジュールなんですけど、はい。ちょっとね、ほんと車壊れそう。もうバインバインして、もう体痛い、ほんとに。やばい。茂原もっと車庫上げた方がいいね。はい。そんな感じで、ちょっと2本目走って帰りたいと思います。やばい。遠赤使いすぎたら、また近藤さん壊しちゃったよ。うわぁ、やっちゃったな、これまでで。うわぁ。近藤さん、すいません、壊しちゃった。あ、また修理しなきゃ、これ。まずいな。遠赤使いすぎだよ、これ。それ以外は全部2本、2本3アタック、1ヒート3アタックで2本6アタックしかしてないタイヤの減り具合の状況です。はい、こんな感じでやっぱ左前はちょっと厳しくなってますね。まあ前後入れ替えてはいるんですけど、なんでこっちを前後入れ替えて TC2000 はやっぱね、右は減りが遅いですね。
結構右後ろと左前をクロスして入れ替える人います。僕は前回それをやりました。それかね、ここの1本だけ新品、5本買っといてここだけなくなるんで1本買える人もいるみたいですね。はい、はい、2本目が終わって、一応ベストが46秒164です。まあ一応まあ満足なタイムではあるんですが、セカンドのねこの46秒316っていう時に結構ずっともう45秒台入るペースで走ってたんですけど、5コーナーでもうリアのトラクションがかかんなくて、あのドリフトっていうかもうリアがかいちゃって空転して進まなくて、多分もうフロントもリアも垂れてきてるんですけど、でちょっと試験員の縁石進入頑張ったりしたら、あの片側もう完全に横転まではいかないけども横転しそうなぐらい浮いて、あのねそれがね結構遅い、そこまで車を傾けちゃうとっていうのが分かったんで、あそこまであんま突っ込みすぎる縁石の使い方はちょっとやめた方がいいなっていうのがちょっと今回で分かりました。でその後のねヘアピンっぽいところもちょっとミスったりしてたん でその後のまた試験員もねあって、で最終もちょっと甘かったような、やっぱねちょっと垂れるね、1本目か2本目ぐらいが、1本目はあれかちょっとミスってこの辺で多分アタックしてるんですけど、もうミスっちゃったからやめたんですよね。で2本目3本目かっていう感じで、やっぱタイヤのね美味しいところ、スイートスポットっていうのはやっぱ使うのが難しい。うん、合わせ2本目と3本目じゃちょっともう感覚が変わってきちゃうんで、車のあの走らせ方のねグリップとかも、なんでまあ45秒4がね4区コースレコードなんで45秒入りそうな感覚あるんでね、だいぶちょっといいタイムに近づけたんじゃないかなとは思います。はい、でね昨日あの長野にあるエンドレス130コレクションっていうね、エンドレスカフェっていうのがあって、そこでちょっといろいろグッズをお買い物したんですけど、ちょっとこういう感じでねあのノートを撮るように今日からし始めました。見えるかな、ちょっとあんま見えないぐらいにしときます。あんまりいいこと書いてないんで、まああのタイヤの温感だったり減衰の調整だったりとかいろいろ、まあどういう運転だったかみたいのをまとめて書いてあります。はい、そんな感じで、ちょっとね明後日つくばです。いやタイヤもねあの残量がまあなんとか残ってはいるんで、ちょっとね中でもね前日の夜雨っぽくて、で当日もね結構気温高いっぽいんですよ。なんでちょっとねベストコンディションではないんですよね。またただちょっとコンディション悪い中でも0秒台っていうのは必ず入ると思うんで、ちょっとね運転がどうダメだったとかもう解析を今もうしてるんで、ちょっとまたリベンジしたいと思います。そんな感じでねちょっとモバラは今回こんな感じで以上になります。ちょっとリップ直したりしなきゃいけないんで、もうささっと帰ってやる感じです。はい、以上です。